久保さん、ちょっと衰える思考にしましょうか。まあ、どん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 あの、便利になってきてね。 あのまあ、チャット GTP みたいなのも出てきましたし、まあ、どんどん AI が生活に入ってくるんじゃないかなっていうところでもうブラウザーにもね、マイクロソフトのブラウザーにも AI 入ってきて、まあ、今後 Google、Chrome にも入ってくるだろうし大きく、まあ、ネットの構造が変わってくるんじゃないかなと思います、まあ、僕もね結構毎日使ってるんですけども、まあ、ブログつ書くときにですねちょっと補足として、まあ、チャット GTP だったらどういう風に回答するかなみたいな感じでででまあ これはね、僕が好きな言葉で、のび太くんがドライ、あ、のび太くんの映画か、あの、漫画なんかで描かれてたんですけど、未来人がね、未来人がその UFO に乗ってね、えー、移動するんですよ。なんかちょっとした移動もね。うん、で、まあ、のび太くんが未来人にね、なんで未来人はそのちょっとした移動でも全部その UFO みたいな小型宇宙船みたいな、そ,そんなの乗ってんのみたいな。歩かないのみたいな言ったら、未来人が、未来の人は あの便利なものはこんな便利なものできて歩かな,くなった歩,歩かなくなったから退化しちゃって歩けなくなっちゃったんだよつって。で、のび太くんが便利になるのも何なのかねみたいな話をこうしているシーンがありまして、あのやっぱね考えなくなるんですよ。 で僕はそのビジネスをやって圧倒的にそのお客さんの、まあ、久保さんもそうだとは思いますけどなんかその発信する側ビジネスする側になって思ったことがやっぱその思考する量が、まあ、明らかに違うなっていうのはすごく感じますよねだからその会社行ってでも、まあ、社員とかもそうなんですけども基本的に 会社に行くと仕事が与えられるじゃないですか。で、本来だったら、まあもちろん職種によっては違ったりするんですけども、本来であれば仕事っていうのは自分で作っていくっていうものが仕事だったりする部分もあると思うんですね。だけど、言われたことをやる。もう、会社の名刺があります。会社のマニュアルがあります。えー、会社の人事も揃っています。人も揃っています。みたいなところでやっていると、やっぱそれも、やっぱうん、まあ考えてるようで、 まあ大きい領域までには考えてないっていうとこですね。だから、億万長者合宿に参加したら、億万長者に稼げる、億万長者になれるんですかみたいな、多分質問が来るんですよ。領域が狭いからですね。考えてる領域が。考えてる領域が広ければ、こんな質問はしないですよね。起業したら本当に成功できるんですかと。成功できるんだったら起業しますっていうのを、言いますかっていう話で、多分言わないと思うんですよ。 えパン屋をやったら成功しますかと。成功するんだったらパン屋やりますっていう質問しないと思うんですよね <laughs>。だから多分領域が小さいですね、思考の領域が。だからまあ、その、例えば従業員の考えてる思考の領域、経営者が考えてる思考の領域ってこれもまあ違うわけですよね。 だから、自分でお金を稼いでいくためには、全部をこう、トータル的にこう見ないといけないし、トータル的に見えるようになってくると、雨が降ったら傘を差すっていう思考を考える領域も、まあ、今までは雨が降ったら傘を差すって聞いたとしても、まあ、これぐらいの領域でしか考えてないと。じゃあ、そんな雨が降ったら傘を差すと当たり前じゃん、みたいな,そのな。何がすごい言葉なのっていうその思考の領域ですよね。だけど、いろいろな部分を見れるようになると、考えられるようになると、 これって深掘りするとどういうことを言いたかったのかなとか、もちろん松下幸之助さんはもうね、死んで亡くなってるので、その直接本人から聞くことはできないけど、展開はいくらでも無限にできるんですよ。そこから引っ張り出せるんですよね。だから例えば僕がね、あっていうねじあの、あっていうのが大事なんですよっていうふうに言ったら、あいうえおな実はあいうえおのあが一番大事なんですっていうふうに言ったら、それを展開できる人は展開できるんですよ。吉谷さんはなぜ今、 あっていうのが一番大事だって言ったのかっていうそこに対しての意味づけですよね。でもそれを展開できない思考の領域が狭ければあ,あいうえおな何こいつ当たり前のこと言ってんだみたいな話なんですよね。うん。まあここはね結構ね僕ビジネスやってて良かったなと思うのがやっぱ多くの人はその思考の領域が狭いってことですね。うん。見ているところだったり考えているところが。うん。だから自分で稼ぐってなった場合は。 別にサラリーマンの場合は別にそれで生きていけるんだったらそれでいいんだけども自分で稼ぐっていう場合はその領域じゃとちょっと無理なんでもっと広げていかないといけないですよねうんただ多くの人はまあ今後あのさらにその便利なものが出てくるので考えなくなりますのでえー、まあどんどん弱体化していくんじゃないかなと思いますでもう大きな二極化するよね考えられる人領域が広い人と狭い人のこの格差っていうのはもうめちゃめちゃ広がっていくんじゃないかなと思いますね だからチャット GTP、AI に使われる人間と AI を, AI AI をさらに自分の生活に活かす人、AI を使ってさらに収入を伸ばす人とかね、AI に使われる人っていうね、もう,もうすげえ分かれてくると思いますね。うんまあ、これからの時代はね、かなり激動の時代ですよ。本当に。いってらっしゃい。